いどうも、パテモス協会でございます。というわけで、今回は、チャプター11の難所の一つ、何でしたっけ、ゴーストです。はい。グローゴーストやったっけね。グローガストやったっけ。なんかそういうやつ、でっかいお化けです。はい。私、初戦なんか一発目で勝てたんですけど、なんとなく攻略のコツがわかりましたので、動画にしたいと思います。まあ、苦手な方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、少しでも参考になればいいかなと思います。で、武器の方なんですけど、まあ、この辺適当です。はい。ちなみにだけど、ちなみにというか、しかしこの後、もう一戦ボス戦がありますんで、MP はそれなりには節約がしたい。まあ、というわけで、基本的に皆さんつけているアビリティは、HP アップと MP アップ。MP アップは少なくとも1個はつけてますね。ティファに関しては2つ。エアリスに関しては1つですね。で、一番大事なのが炎属性。これ武器につけてます。ティファも、クラウドも。まあ、大事なのはこの辺ですかね。まあ、蘇生と回復は必須で、一応つけといてください。蘇生回復ですね。で、エアリスの方は、範囲下のバリアに一応してます。ヘイストと、まあ、ここ好みですね。ヘイストにするか、バリアにする。ボールにするかね。時間にするか、バリアにするか、ここ好みで。で、この炎は絶対必須です。ここは HP アップ、MP アップにしております。まあ、先制攻撃とね。エアリスの場合、ここ先制攻撃はいらないかなとは思うんですけど、まあ、一応先制攻撃、お好みで、ここは MP アップにしてください。まあ、要は、攻撃、属性に、属性で炎をつけておくと。これで殴り の, 効果も上がりますし、まあ、ファイヤー重視で戦います。あとは回復と、MP アップ、HP アップ、この辺はね、ドーピングしておいてくださいということでございます。まあ、というわけで、早速やっていきますかね。はい。それでは行きましょう。まあ、飛ばしますね。さては、じゃあまずは、一発目に、ウォールかけますか。まあ、とりあえず、クラウド。まあ、みんな一緒にかかるんですけどね。備えて。で、おーっと、こういうもんもらっちゃうんで、このソウルボイスがね、まあまあ厄介。これほんで、この、下からこういうのが出てくる。ソニックみたいな感じで。ああ、これ、こいつ2回もらう。こうやってもらっちゃうんで、まあ、ウォールつけとくと、少々、ガードできますんで、いいかなと。とにかく、霊体化にさせることが大事。やばい連載がしましたね。よし。で、この時点で、トマト。現れると、ウォーと言います。その時にファイラを、全員分、全員分与えます、とりあえず。はい。マジック。ファイラ。で、で、ここからバーストためます。よし。バーストスラッシュ。とりあえず、ヒートゲージをためて、バーストさせます。連携しよう。はいはい。よし。私に任せて。やばいね。ああ、戻りはしましたね。離れましょう。気をつけてね。俺が出る。とにかく離れる。やべやべ。こういうことしてきやがんって。ああ、いた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 。机投げてきやがったもんね。これが危ない。これね、気絶するソウルボイスは。よし、はい。霊体化しましたね。2ゲージ溜まってる方はグラウドさん2ゲージ溜まってますんで使いましょう。KR らを自分にしておきましょうか。はい、落ち着いていける。私の出番。さあ、また音聞きましょう。もし棒言いましたね。じゃあこれでファイラ、はい、頑張るね。マジックファイラですね。ファイラでいいです。よし、もう2つでいいかな。2つでいいね。こうやって落ちてきますね。2発でいいかな。バーストスラッシュでバーストを狙う。もう行くでしょう。よし、行きました。まあ、ここでまた ATB を極力貯めましょう。クラウドさんを2本溜まってますね。ブレイバーですね。とりあえず第2形態絶対入りますね。こういうふうに。そうすると逃げます。この模様替えしますんで、はい、部屋の模様替えが済みましたら、ここからまた厄介な攻撃をしていきます。はい、まあ、この時点でエアリスさんはマジック、ケアルラ誰かにやってとこか。リバかな。よし、
まあ、避けつつ、この鬼火がやばいんで、ロールボイス終われば、いく、あったあった、机投げてくるこいつ、危ない危ない危ない、危ない危ない危ない、ちょ、また、危ない危ない危ない、クラウドさん、やばいっす、ちょ、ギアルが、クラウド、とりあえず、この鬼火中はね、極力ね、無視でもいいと思います、やばい、これ、溜まれば、ボールかけときましょう。クラウド任せるね。まあどれでも一緒ですけど、よし、霊体化しました。この時点で溜まってるのが理想なんですけど、溜まってなかったらそれまで、ゴーって言いましたね。よしよし、ちゃんと当たるかな。頼んだ。はいはい、ティファでいくか。ティファちゃんのマジックのファイラで、そこから狙える。私に任せて。来ないで。行け、俺が出る。よしよした。あ、バカちゃん、あんたたち全員になっちゃってる。バカ、このタイミングでそれやるかい。しくじった、しくじりましたね。まあ霊体化してる、まあ霊体化してますね。よかったよかった。赤い間は霊体化なんで、協力してこ。さあ行くよ。ちょちょ、ブラウズでいいわ。とりあえずもう一回バーストさえしちゃえば、こいつはもう終わりですんで。よし、あ、エナジードレーン、ちょっとなんかいろいろやってるぞ。なんだ、今までこんなことされたことなかったけど、まあとりあえずファイヤーで。よし、ハビピ苦しい言っちゃってる。エナジーをドレインされちゃってますんで、それは苦しいでしょうね。まあいいですか。よし、まだ霊体を解除できてなかったな。霊体じゃない、ダウン取ってなかったね。まあね、なんてことないです、大丈夫です。2回もこれすれば、そろそろやばいね。いいよ。さあ、エナジーをドレインされたエアリスちゃん回復いとこうか。アイアリスが満タンじゃない、大丈夫だわ。まあクラウドにしときましょうか。連携しよう。いいとこ、はい、モラは任せて。よし、とりあえずゲージを貯める。鬼火が出ちゃってる。あたたた、もう近場危ねえな。あたたちょ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 、何個やるんだよ一緒のこと。やめなさい、もうとりあえずいいよ。ここは逃げに専念、逃げに専念しましょう。危ないもんだって。あ、ソウルボイ、危ない。鬼火来ないで。もう鬼火ばっかり。鬼火中は極力控えましょう。いや、もらう、危ねえ。よし、とりあえずティファちゃんはゲージが2個も溜まってないので、この人のギャルラでティファちゃん、ブラードにしとこう。霊体解散してくれれば。ソウルフボイス、危ない、ソウルボイス、やばい、ソウルフルではない、ソウルボイス、いてー。霊体化しろ、早く。ブロックされちゃってんで、とりあえず次の霊体化でなんとかなるから、ここ頑張りましょう。次の霊体化さすればなんとかなりますんで。ティファちゃんかな、頑張るね。頑張って、よろしく。ケアルラ、クラウド、はい、任せるね。さあ行くよ。頑張れ。霊体化、よし、もうこれで終わりです。2回ここ霊体化させればもうほぼ終わり。5言いましたね。じゃあここで落ち着いていけ、はい、任せあれ。マジックファイラ、マジックこっちもファイラですね。もうすぐ、よし、バーストします。よし、終わり、もう終わりですよ。決めてやる。よし、任せる。よし、いい。チャンスは逃さない。はい、これで終わりですね。かかととして終わりでしょう。まあ、こんな感じですね。とりあえず第2段階の鬼火と連発するのはきついんですけど、霊体化を2回させればもうこんな感じでやれちゃいますんで。かくれんぼ。はい、まあとりあえずファイラで 2,3 発当ててダウンさせてバースト狙い。待ってたのか。で、バースト2回目ではもうほぼ終わります。はい、何の話だ。というわけで、まあ苦手な方はいらっしゃいましたら、まあこんな感じでやってみてもいいかなと思います。はい。
というわけで、ご視聴ありがとうございました。パテモス協会でございました。